さあ始まりました。ひたすら道路を走ろう。今日は、先週のね木曜日山の日に、歩きました。上北台まで電車でまずは行きました。電車では行ってないですね。モノレールが1個ありましたね。で、なんと珍しくこの玉川上水行き6両編成で来たんですね。なんかめったに見ないんだよ、玉川上水行きが6両編成で来るって。で、玉川上水で降りて上北台まで行くんですが、その時に乗ったのがモノレールだ。ちなみに今回モノレールはこれ1回しか使ってないんです。モノレールお高い説ですから。で、上北台まで行き、そこから向かうかと申しますね。ドン。芋久保玉子の都道43号線なんですが、左側にある青梅方面に実はこれ実は都道43号線の昔の芋久保街道なんですよ。歩きたいと思います。実はあそこのまっすぐにって書いてあるのが芋久保と玉子というのは実は新しくできた道路なんですね。とは言ってももう10年以上前にはもう開通しているんですけど、で、昔はここが一応芋久保街道の名残ですね。これ立川って向かってますが、これずっと行くとあの本線にある芋久保街道にぶつかるってことです。で、一応都道のこのガードレールになってるでしょ。で、支線とかってわからないじゃないですか。支線ってさ、要はさ、何もさ、書いてないじゃん。一つ目の目印として出てくるのはこのガードレールなんですよ。実はもう一つ視線にって分かるものが存在するんですよ。それこの後出てくるので、ここではまだ言いません。てか、ここで言っちゃったら恥ずかしい。てか、ここで言っちゃったらもったいねえ。一つがこのガードレールね、イチョウのマーク。もうこの先ゴールですね。もうで、この先に芋久保交差点、昔の青梅街道にぶつかる、道路になります。黒電話が鳴ってる、懐かしい。黒電話ってすごいあれですよね、便利ですよね。電話線だけで繋いじゃうから停電とか起きた時なんかかけられちゃうんだぜ。ってなると本当に昔のこういうものってやっぱ今と違うのはあれなんだね、こういう天災とかには強いんですよ。一応あの建物の先が芋久保という交差点になります。
叫んだね。なんか叫んだね。結構ここね、カーブがねきつくてね、で歩道もないからね、結構車ね寄せてきちゃうんですよ。ここだどうしてもね当たるぶつかっちゃう可能性あるので、ね、ほんと怖いので気をつけてください。でもう一つガードレールと同じように、見分けるポイントがありまして、この街灯です。実はこの街灯、東京都のこのイチョウのマークに管理番号というものが入ってるんですが、この管理番号というのが43っていうのは都道の番号になります。これがあると、あ、これは都道なんだなっていうふうに言えます。で、新道の芋こぼ街道に行き、上立の交差点、ここよくね渋滞のポイントとしてよく流れてくるこの交差点ですね。ちなみにこれまっすぐが上北台、さっき、動画の冒頭で出てきた駅になります。でこのままずっと行き、玉川上水まで、歩きました。だってこのレールはお高いんだもん。1区間で220円するのはちょっと急行っぽいな。あそこの僕からにしてみたらちょっともったいないと思いますね。あれ急行っぽいね。肉眼でも見えましたよ、やっぱそうだ。急行赤いから見えるんだよ。という感じで拝島まで行きました。